さんこんにちは、デミーロです。マネーロです。今日はジャンプショップにクリアしおりかな、うん、クリアしおりかな買いに来たので、購入して紹介したいと思います。はい、行ってきます。今日も直也くんはまだ大量に余ってます。激レアすぎるんですけど、すごい。これは購入します。いいじゃん。2個、3個、はい、選びなよ。うん、ちょっとしかないから、やろうやろうと思って、うん、一回もやってない。これでいいよね、無料クーション。うん、欲しい。マキさんじゃない？どれ？これ？これ、それなんて言ってる？マキさん、拡大できんじゃん。うん、本当だ。話はそれからだ。これも拡大してみて。うん、あ、これは会社ね。それ必要じゃん。これは、これはいいよ。はい、え、だからその隣だって。これ違うよ。これ違うよ。それだよ。かわいい。ほら、かわいくない？うん。え、ななみんはどれ？あー、かっこいい。うん、ゆうたはこれは、え、マキさん欲しいの？これはなんかちょっと影がありすぎる。影がありすぎるからだけど、これはマキさん、これ、うん、あー、レイン先輩、これだけでいいや。いいよ、これを買います。出てきた。あ、でかっ。でかくない？でかいんだけど。すごいじゃん。うん、はい、はい、これやってよかったやつで。うん、ということで帰宅してきました。とりあえず購入したものがこちらなんですけど、うん、とりあえずもうね、これ1個しかないから、うん、それからね、うん、これからもう行こう。なんかもう隠すことも何もない、うん、トイレに行ってたんだ。そう、購入は失敗したんだ。これなんか前の人がさ残してくれたのかな、もしかして。もう開けます、これ。本当はねこれが欲しいんだよ。だけどちょっとね、とりあえずこんな感じですっていう感じです。これはこんな感じですね。これ再販してほしいよね。買えなかった人いっぱいいるかな、多分。え、キラキラしてるけど。めっちゃキラキラしてんだけど、ぽい。え、これレアじゃない？わ、キラキラ。え、しかもマキさんのこれ欲しかったんだけど。しかも横から見たらすごい綺麗なんだけど。え、マジで？この画像より綺麗？うん、え、めっちゃ綺麗じゃない？パンダ先輩と、うん、これやばいんだけど、レアだよ、レア。奇跡起きる。あ、ほんとだ、横から見るとめっちゃ綺麗。え、すごくない？すごいじゃん。レアだ。なんかついてる。え、しかもマキさんかわいいよね。うん、え、やば。まさかの1個がパンダ先輩とレアのマキさん。レアのマキさん。はい、次どんどん行こう。ジャンショ関係者様、再販お願いします。再販お願いします。あとアネーロが買ったこちら、うん、Bサイドレーベルのステッカー、こちら350円かな、1個だっけぐらいだった。あ、350円、うん、350プラス税、うん、のおっこつくんと、うん、マキさん、うん、かわいい。手帳に貼るの。そうだね、うん、でアネーロはこちら買ったのね。32巻じゃね、これ。あ、当たった。トランクスとトランクスとブルマ。トランクスとトランクスとブルマのやつね。やばいね、これね、いっぱいあってさ、ずっと一人でどうにしよう、どうにしよう。いや、分かったでしょ、この間の気持ち。とりあえず選べないんだよね。そう、これ選べないんだよ。なんか家で決めていかないと絶対。そう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 、永遠に見ちゃうから、うん、アネールは32巻を買いました。デミールは42巻を買いました。で、ごめんなさいね、皆さん、こちらにお付き合いください。本当に。それは何ですか？あのね、なんかドラゴンボールのコレクション缶バッジ、うん、初めて見たの。でこれなんか謎すぎて調べたら、うん、なんか新作情報っていうのが出てて、2016年に出た缶バッジらしくって、こんなの一回も見たことないんだよねっていう、うん、とりあえず、うん、ラインナップが、うん、全20種
なんですけど、ごめんなさいね、本当事実のあれで本当にごめんなさい、お付き合いください、はい、全20種なんですよこちら。レアが2種どれ出ても絶対嬉しい、うん、しかもね、あの豊太郎先生もすごくいいんだけど、豊太郎先生はさ、うん、ほら現代にドラゴンボールを蘇らせてくれた素晴らしい方じゃない、うん、でもやっぱ鳥山先生の絵っていうのがね、うん、素晴らしいんですよ。いきます1個目いきます。え、これってさ、うん、何これってさ、ほらメカじゃん、ほら、いいんだよ、鳥山先生のさ描くメカってすごい細かくてさ、うん、細かい、すっごいよね。そう、色使いとかも本当にいいんだよね、かわいい、あれだよね、クロノトリガーとかさ、そう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 、とりあえずいいんだよ、うん、2個目お付き合いください。本当に本当に今回だけ初めて見たグッズだったからさ、いきます。あ、待って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 、ベジ様じゃないの、ベジ様じゃない、その頭、あれやっぱりやばい、かっこいいやつじゃん、これ待って、推しですやばいんだけど、カカロットと戦う時のやつ、これはやばいんだけど、本当にどうしよう、ざわつく、後ろのエフェクトみたいなのもかっこいいんだけど何これ、やばくない、相性カカロットと戦う時の2回目だってこの構えがめちゃめちゃかっこいいんだよね。でもこの反対側にいる悟空もめちゃめちゃかっこいいの。そうそう、やばくない、何これ、やばいんだけど、地球で戦うやつだよね。そうそう、多分初めて、初めて会うやつ、そう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 、え、もう何これ、この缶バッジ大興奮でしかないんだけどすごいんだけど、やばくない、全部いいんでしょ、行くよ、うん、え、待って、これじゃん、これこれこれ、なんか表紙、表紙じゃないよ、何、あの何これ、とりあえず可愛いんですけど、全員いる、うん、可愛い、え、ご飯はいるじゃん、あ、本当だ、え、これクリリンかと思っちゃった、え、クリリン、クリリンここじゃない、これこれこれ、うん、それだ、え、何これ、可愛いんですけど、やばくない、ランチさんいるし、ランチさんちょっとチャオズもいるしさ、いや、まだヤムチャが生きてたしそうそう、ヤムチャがイケイケだしヤムチャってイケ迷惑だったじゃん、だってそうだよ、なのにさ、なんかもう最後の方なんてさ、なんかギャグみたいな栽培マンにやられちゃってからいくよ、あ、待って、かぶりじゃん、うわ、かぶったじゃん、これはちょっとし辛いわ、うん、でもさ、ベジータ来ちゃったんだけど、いいじゃん、もうそれだけで満足、え、もう大満足だよ、いきます、はい、エフェクトです、ね、この頭悟空でしょ、え、待って、めっちゃかっこいいんだけど、すごいかっこいいんだけど、めっちゃかっこいいんだけど、何これ、怖いこと怖いこと怖いこと、絶対違うと思う、構え方違うもんだよね、うん、え、めっちゃかっこいいんですけど、何これ、やばい、やばい、いつの悟空、それ、わかんない、これ何、わかんない、やばい、いつのだ、わかんないんですけど、あ、でも背中が、あ、海王様のとこ行った後のだから、これ多分サイヤ人編の時だね、うん、やっぱこの時だよ、この時、そうだよ、でもこれ一番最初に向かい合って構えるのはこの構えじゃないから、違う違う違う、そうごめんなさいごめんなさい、呪術廻戦のチャンネルなのに、とりあえずもう終わりにしよう、はい、これもずっと喋れちゃうから、うん、ダメだ、うん、はい、ということで、はい、今回購入したのはこちらでした。はい、でもこのマキさんのレアが来てくれたのがめっちゃ嬉しいんだけど、ね、すごいキラキラしてる、もうすっごいキラキラしてる、ほらほら嬉しい、お付き合いありがとうございましたしかもめっちゃ盛り上がって話してるっていう感じで、本当に頑張ったんですけど、呪術廻戦のグッズ買えなくて、これが買えなかったのがいけないんで、トイレに行ったのがいけない、本当はね、これを10個みんなと一緒に見たかったんですけど、今日はでもレアが来たので許してくださいトイレに行ってから並びますね、はい、ということで今回は楽しいジャンショの動画でしたはい、ぜひ皆さんまた呪術廻戦の動画ちゃんとあげるので高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。お付き合いありがとうございました。